元気が出る大チャンネル。おはようございます。朝4時20分です。日本三景松島、日の出を迎えました。空が赤く染まっています。松島は260の松が植わる島が点在しています。だから松島なんでしょうね。素敵ですね。正面には有名な赤い橋、ここはホテル大観荘の518号室です。ライブです。昨日はディナーショー楽しかったですね。はちゃめちゃ盛り上がっちゃいました。今日はこれから松島観光して、その後仙台へ向かい、青葉城、仙台城ですね、城跡、伊達政宗像とか、そして最後は牛タンを食べて帰りたいな。夕方の便で新幹線で東京に戻らなければなりませんが、目いっぱい探索して帰りたいと思います。それでは今日一日撮影頑張ります。楽しんでください。えいえい、おう、北川大輔でした。大チャンネル。大観荘の目の前、松島の海岸に来ました。下に来るとまた雰囲気違いますね。いいでしょ。小さな島々がたくさん並んでいて風情ありますね。砂浜です。ここに赤い橋が見えますが、島を結んでああいう赤い橋がいくつも点在していますね。いい雰囲気だな。遊覧の観光の船も出たりしてますね。さあ恒例、松島でダッシュ。大チャンネル。随岩寺、まもなく到着です。雰囲気ありますね。随岩寺到着です。本堂は国宝に指定されています。すごい。あれは何の木ですか？ランド。何の？あの、日本古来のラン、西洋のランでなんラン。ラン。ランが、ランが咲いてる。ランが咲いてる。木の上に咲いてる。すごい。じゃあ行きます。中は撮影はできませんので。あ、はい。すごい立派な本堂ですね。中は国宝で撮影禁止なので、その手前で中庭だけは撮影 OK だそうです。すごい綺麗に手入れされてますね。松島といえば西太郎節。西太郎節に出てくるこの随岩寺、目の前が海、そして奥は山という雰囲気なんですね。九里、国宝行ってきました。境内、すごい立派でしたよ。金箔で貼られていて。残念ながら撮影禁止ということだったんで、またネットかなんかでちょっと見てもらえたら多分見れるんじゃないかなと思っています。でも、立派ですよね。樹木がすごくないですか、これ。ねえ。素敵ですよね。今日は天気もいいんで、青く抜けてますね。そして西太郎節の歌の中に出てきますが、目の前は海なんですね。あえは海、さよ後ろは山で、あ、それそれ。
それではこれから次の場所へ行ってみたいと思います。松島から車で30分、今向かっているのは仙台市宮城野区楽天イーグルスの本拠地であります楽天生命パーク宮城スタジアムですね。もう間もなく到着なんですけど、およそ300m 先総合運動場前を左方向です。はい、わかりました。仙台は緑が綺麗ですね。お、球場見えてきました。次の信号は左方向です。楽天のスタジアムに到着しました。立派なグラウンドですね。楽天イーグルス25周年と書いてあります。田中マー君の写真も飾ってありますね。楽天イーグルス頑張れ東北ね。いいです。投げます。以上です。宮城県仙台市にあります仙台育英学園高等学校の前に来ました。仙台といったら育英高校ですよね。立派な学校です。すごい綺麗な校舎で、この裏には楽天イーグルスの本拠地のグラウンドがあったりします。スタジアムですね。以上、仙台育英高校の前からお届けしました。楽天イーグルスのスタジアムから仙台育英高校、そしてこれから東北高校を撮影に行ってみたいと思っています。その後仙台城、青葉城に向かいたいと思います。仙台市泉区であります東北高等学校の前に来ました。宮城県の代表といえば東北高校、強いですよね。あの大魔神佐々木選手とかダルビッシュ有選手もこの学校のご出身、フィギュアスケート荒川静香選手、羽生結弦選手、プロゴルファー宮里藍選手、有森千恵選手、菊池恵梨香選手もこの学校の出身なんですね。周りがものすごくエリアの広い山あいの一角にある学校で、すごい広い敷地の学校ですね。インターナショナルな雰囲気の教育もしているということで、雰囲気はちょっと違う学校かもしれませんね。以上、仙台市泉区にあります東北高等学校の前からお届けしました。東北高校から車で20分、仙台駅近く青葉通りを坂を上がったら、まもなく青葉城、仙台城の後にたどり着きます。さあ、大きな灯籠が見えてきて、立派な石垣の見えてきましたね。もう少し、まさか車で上がれるところが通行止めになっていて、徒歩で歩くとは思ってませんでしたが、健康のためには歩いた方がいいですよね。昔の人はみんな歩いてたんですもんね。カラスが笑ってます。宮城県護国神社入り口、鳥が見えてきました。いよいよお城の中に入ります。お邪魔します。さあ、いよいよ到着ですね。今は仙台城はありません。城跡ですもんね。ここがお城があった場所ですね。城跡、ここです。皆さんに残念なお知らせがあります。仙台城、青葉城の象徴、伊達政宗像、
前回の地震で傾いてしまって、そのままこのような形で写真のみになっていて、中にはいるんですが直で見ることはできません。わあ悔しい。でも一枚写真を撮ってなきゃね。えでも確かにここにいますよ。綺麗な景色が待っています。いい天気だ。見えますか、目の前には広瀬川、大橋、そして向こうには中野瀬橋なんですね。広瀬川流れる岸辺、思い出は帰らず、綾瀬踊る光に揺れていた君の瞳、時は巡りまた夏が来て、あの日と同じ流れの岸、瀬尾とゆかしき森の都、あの人はもういない。青葉町恋歌ですよね。仙台といえば七夕祭りは日本一と言われ、この大きなビッグシティ、大都会ですよね。広瀬川が綺麗に水が流れていますね。ああ、鳥のさえずりもいいな。とってもいいとこです。奥には海が見えますね。見えますか、かろうじて伊達政宗像の兜が見えますね。仕方がありませんね。でも今日はこれでよかったです。北川大輔 in 青葉城です。気持ちよかったです。懐かしいです ね。青葉城のふもと、広瀬川にかかってる橋、中野瀬橋に来ました。橋の真ん中にバス停があるというちょっとおしゃれですね。では歌ってみたいと思います。俺の帰りを待てないで、どこへ消えたかこぼれ花、ごめんよごめん、せめて一年早ければ流れ悲しい広瀬川、悔やみきれない中の瀬橋よ。中の瀬橋、本来の中の瀬橋は人弁がつく中だったんですね。これは作詞の朝小泉先生もそう話してくれました。少し歩いてみたいと思います。さあ見えますかね、川の水面が見えますね。広瀬川です。渡せなかったこの指は、投げて切ない水の音、ごめんよ
ごめん、辛い思いをさせたまま流れ悲しい広瀬川、もう一度会いたい中の瀬橋よ。青葉通り、まもなく仙台駅に到着です。でレンタカーとも別れをして、最後に牛タンを食べて締めくろね。はい、仙台駅到着です。トヨタレンタイース、じゃんじゃん。今日の締めくくりはじゃーん、牛タンを食べていきます。司さんっていうこのお店が一番おいしいんだよって評判らしいんですよ。じゃあちょっと行ってきたいと思います。カモン。5時って言ってるのにもうこんなにたくさんの人が集まってるんですよ。すごいね。すごい。すごいよね。オープンとどうも。すごいね。ね、牛タン専門店司さん。へえ。お、なんかいろいろこだわりな感じで。お、やった牛タン。これだね。これいっちゃおうね今日ね。いろんなメニューがいっぱいあって。ほら。あ、みんな美味しそうだな。ほら。みんな牛タンのいろんなねあるんだね。あ、いいね、美味しそう。はい、到着です。うわすごい牛タン、うわすごいな。茎わかめ、うわいい感じいい感じ。麦とろ飯ね、とろろでしょ。そしてこれテールスープ、すごいじゃんこれ。さあいただきます。はい、テールスープ。ああ、おいしい。すごいよ。やばい。あとね、炭火の焼いてる香りがするよ、すごい。これおいしいわ。ごはん進めよ、これ。わさびを添えて。贅沢だね、これ。これいくよ。牛タンはお料理の宝石箱で、ひわかめ、うん、三陸だね、わかめだね、トーク最高、美味しい。本当にこれ贅沢だなと思います。美味しいよ、美味しい。本場仙台で食べる牛タン、この司さんってのはね、芸能人の人がよくいっぱい来るんだって。で紹介してもらったんだけど、本当来てよかったです。最高。いい。ありがとうございました。美味しかった。かわいい。仙台駅。また来ます。仙台駅のロッカーです。見て。これは石森章太郎先生の作品ですね。漫画の国、石巻、そして富め先生のミュージアムがあります。仮面ライダーですね。無事に任務完了です。これから東京に帰ります。今日は最後までご視聴ありがとうございました。また来ます。おやつです。くわすごいねこれ。でおー、うん、カキって感じですか。カキカキカキって感じ。カキカキカキ。この動画が良かったと思われる方は、いいねボタン、そしてチャンネル登録お願いします。